リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。はい、本日はね、この間質問来ていた内容で少し、お話ししていこうかなっていうところなんですけれども、リントさんの飼育したことない動物っていますかって言われたんですけれども、いや、たくさんいます。飼育だけで言ったら、メジャーどころの犬猫をちゃんと私がっていう意味で飼ったことはないです。し、そして、まあ、ミーアキャットとか、フェレットとか、まあ、その辺も、フクロウとかもね、飼ったことないですし、あとは、まあ、金華獣とか、そういう、ちょっと珍獣ちゃんとかもね、飼ったことないです。スカンクとか、まあ、ペットとして、まあ、今、スカンクね、飼うこともできるんですけれども、そういうのもないですし、本当に、たくさんいますね。むしろ、飼ったことある動物を挙げていくと、まあ、小さい頃に青大将ですね。まあ、野生のものですけれども。懐きはしませんでしたね。人慣れもしなかったです。全然手に飛びついてくるタイプでしたね。ただ、青大将なんで、飛びつかれてもそんなに怪我しないし、蛇自体は前の動きだけになるんで、後ろの首のところからね、これが首だとしたら、これがね、で、こう来るじゃないですか。なんですか、ここの部分を捉えてあげると、こういう動きはできなくなったので、捕まえることもできますし、まあ、ケージのお掃除するときとかもね、グッとやってあげればいいですし、ヘビちゃんなんで、最悪尻尾の方をグッと掴んで、口で噛まれそうにならなければ、移動させることはできるので、ヘビ用のね、こういう金属のね、こう、先端がフックになったようなタイプのものとかもあるんですけれども、そういうフックになったものとかでこすって捕まえたりとかもできるんで問題ないですけれども、まあ青大将で、カナヘビ、そしてリクガメ、これは保護したリクガメですね。なんでかわかんないんですけれども、夕張に住んでた時に、おばあちゃんがね、役所のその掃除をする、清掃員やってたんですけれども、なんか落ちてたらしいんですよ。未だに謎です。落ちてたっていう意味が。しかも、ミドリガメかとかかと思いきや、リクガメで。で、私、その時まだ小学4年、4年生か3年生くらいなんですよ。で、ほとんど知識がなくて。で、とりあえず、で、その時ネットもね、今ほど普及してないところ、状態だったので、図鑑とか買いながらいろいろ見たんですけど、父ちゃんと一緒にね。で、とりあえず野菜を食べるらしいと。野菜を買ってきて、で、ペットショップにすぐ行って、だからペットショップの方でも、もうこういうので大丈夫ですよとかっていう感じ。もうだから二十何年前だからね、あれね。で、ヒーターとかがね、私たちの中でなかったんですよ。で、あれ秋口だったんですけど、それでまあ亡くなってしまったりはしたんですけれども、まあ、ちょっと知識がなかったなっていう時に、まあリクガメちゃん。あとは普通に、出店でね、昔カメをこうやって救うこととかもできて、そこで使う、取ったカメだったりとか、あとペットショップで買ったね、カメだったりとか、あとイモリ、赤原イモリとシリケンイモリですね。で、あとは、インコ、鳥ちゃんもいたし、ハムスターもいたね。普通ジャンガリアンだったんですかな。ハムスターがね、小学2年生ぐらいの時まで行って、小学2年生ぐらいまで行ってではなく、小学2年生ぐらいまで私の家にいたんですけど、弟がね、そのタイミングで生まれるって時に、1ヶ月半、2ヶ月ぐらいばあちゃん家にいたんですね、私。で、家帰ったらアレルギーを引き起こして、アレルギー性鼻炎になりまして、今はもうアレルギー性鼻炎大丈夫なんですけれども、そうなんです。その時アレルギー性鼻炎になりまして、結果的に、ハムスターがおばあちゃん家で暮らすことになるんです。はーちゃんとたーちゃんと、なんかいろんな子たちが、あと子供たちがいましたけど、全部で6匹くらいはなったのかな、生まれて。はい、ハムスター。あと、エゾサンショウを捕まえてきたやつ、クワガタ。あと、キリギリス。あと、何飼ってましたかな。コーカサスオオカブト。カブトムシ。そうですね。毛の生えた動物は、実は小学校の時は少ないですね。実家にいた時っていうのは。あとは熱帯魚。逆さナマズ、クーリーローチ。逆さナムズ、クリーローチ、コリドラス、ネオンテトラ、なんだっけ、サージカルテトラ、なんかテトラ系のやつが何匹か。テトラ系の、
魚がね4匹5匹ぐらい 4、5 種類かくらいいて、逆さナマズが3匹ぐらいで、クリローチが下にあのニョロニョロチアナゴ的な感じの、チアナゴみたいにこうやって出てくるわけじゃないんだけど、あの土壌みたいな感じね、とコリドラスっていうあのそれもねナマズ系なんだけど、あの底面にねいるタイプのコリドラスっていう子と、あとは他何いたかな、 あとエビちゃん、コケを掃除してくれるエビちゃんとかがいたりだったかな。うん、で熱帯魚、まあそんなもんかな。それが私が実家にいた時、夕張にねいた時に飼ってたもの。なので毛の生えた動物っていうのが少ないんですよ。青大将とかは本当に山でと捕まえてきたやつを、すごい綺麗な青大将を捕まえて飼育したりとか、あとは真っ白な青大将、アルビノの子ですね。目も真っ赤だったんで、あれアルビノだと思うんですけれども、あのアルビノって突然変異なんですよね。とかも捕まえて、飼育してましたね。まあ、アルビノの子はちょっとなかなか餌食べなくて、すぐ亡くなっちゃったなっていう印象でしたけど、まあ、餌は、生き餌とかを、ね、用意できないので、できなかったので、子供の時は、冷凍庫とか冷蔵庫に入っている鶏肉をですね、ちょっと、お母さんに内緒で切って鶏肉こうやってあげて、で食べる子は鶏肉食べたんで、ヘビはね鶏肉あげてました。カナヘビ、カナチョロ、あのトカゲちゃんですね、あのこれぐらいのトカゲちゃんは外でワラジムシをとかダンゴムシとか捕まえてきて、あとバッタとか捕まえてきて、夕張なんで、まあ、めちゃめちゃその辺にいるんですよ、あの昆虫が。1時間ぐらい行けば、もう、これぐらいの虫かごだったら、もう、ワンサか入るぐらい、なん、取れるんで、しかもトカゲちゃん、まあ、その時に得た知識なんですけど、トカゲちゃんって毎日餌食べないんだっていうことを知って、そう、亀とかは割と毎日、うちご飯あげてて、毎日食べてたので、亀とかはあげてたけど、トカゲちゃんって毎日あげても食べないんだと思って、同じ爬虫類なのに違うなっていうふうに思った印象ですね。まあ、同じ爬虫類でも亀とトカゲっていうのは見た目は違うから、爬虫類っていう、その一個のくくりとしては同じですけど、うん、その時にね、ちょっとそういうギャップを思いましたね。両生類もあんまり餌食べる子たちじゃなくて、なんか、私は赤虫、冷凍した赤虫をね、切ってやってあげて、基本赤虫で生活してくれてたけど、うん、そんな感じでしたね。で、金魚ちゃんたちは、ちゃんと金魚もいたけどね、金魚とか、あと熱帯魚ちゃんたちは普通に餌、パラパラパラって上から置いて、こうパクパク食べてもらうのと、あと下にね落ちるタイプの餌と2つ使ってた記憶ですね。うん、あとは、まあ、インコちゃんとかインコちゃん用のご飯だったり、ハムスターはハムスター用のフードとひまわりの種とかって感じだったし、まあそんな感じで幼少期過ごして、で専門学校入った時に山でね実はシマリスを保護して、部屋で少しだけ飼育してたりとか、でその保護したシマリスっていうのはどういう状態かっていうと、なんかビニール袋30ぐらいになんかグッて縛られて、ポイって捨てられてて、山に行ってた理由としては、私が専門学校の時 3D やってたんですけど、 3D やってる時にPV みたいなのがね作ってたんですよ。でその PV の映像を撮るのに山に行ってたんですけど、そこで見つけて、なんかもぞもぞしてるな。で一応保健所とか連れてって、全然懐かなかったし、がっつり手に噛んできたし、まだその時の傷が あるね、この辺がその傷になるんだけど、まあ、分かりにくいね。もう他の今の子たちの傷もね、爪たまに引っかかってね、どうしても傷になったりするから、そもそも今傷まみれなんだけど、まあ、この辺噛まれたりとか全然普通にしましたけど、そうですね、シマリス保護して保健所行ってってやったし、でその後札幌にね出てきて、札幌でもうずらを飼育、
ップ裏、ペットショップで買ったウズラと、普通に、卵から孵化させたウズラ、ヒメウズラと普通のナミウズラと、ヒメウズラって普通のウズラよりちっちゃいウズラなんですが、ウズラの卵のウズラね、を飼育したり、ハリネズミ、そしてその時にもシマリスをね、購入して迎えた子でシマリスも買ったし、で、ハリネズミ、ウズラ、ウパルカって感じですかね。で、今のフクロモモンガちゃん、そしてそこにエゾサンショウ、沖縄湿原芋、で、レオパードゲットを、セブシシバナヘビ、そこにサバンナモニター、で、コウモリちゃんって感じですね。ルセットオコモンっていう感じなんで、飼ったことない動物の方が全然多いです。で、たまに結構いろんな知識知ってますねとか、あ、そういう知識を持ってるんですねってペットショップの方とか、あとは知り合いの飼育員さんの方とか獣医さんとかと話してるといろいろ言われるんですけれども、それにはそれその理由があって、まあそもそも動物が好きなら調べるんですよ。で、ネット、今の環境だとネットで調べられることっていうのが多いとは思うんですけど、その前の小学校の時とかは図鑑をよく読んでたんですよね。ペットショップとかに売ってるような図鑑の、その飼育指南の図鑑ではなくて、学術書的な感じの、学名とか載ってるタイプの図鑑をペラペラめくって持ってたんですよ。で、それがすっごい好きで、ずっと同じ図鑑をね、読んで、もう多分捨てちゃったから実感ないんじゃないかな。まあなんかそんな感じでね、図鑑をペラペラ見て、で、こういう動物はこうなんだ、ああなんだっていうのを調べて、あと、図書室が好きだったんですよね。で、すると、覚えてる本の名前はファーブル昆虫記ですね。ファーブル昆虫記とかも好きですごい読んでたし、あとは、書いてる人、著者の方で覚えてるのは椎名誠さんっていう方が書いてた、なんか旅の日記みたいな本があったんですよね。それとかも好きで見てて、で、椎名誠さんの話でいくと、昔、UHB、北海道で言うと UHB なんですけど、全国的に言うとフジテレビなんですね。で、やってた椎名誠のでっかい旅、アマゾン漂流なんちゃら記みたいなのがあったんですよ。で、それを見た時に、もうアマゾンすごいなっていうのとか、まあ危険もね、隣り合わせなんですけれども、なんか動物の生態とかも全然違って、みたいな感じで、その、シナマコノさんのでっかい旅って3シリーズ、4シリーズぐらいやってたんですけど、全部ビデオでね、その時まだ VHS です。VHS で録画して見てて、本当にそういうことをやってみて、いろいろ見ているうちに気になって本を買ったり、図書室でこうないかなそういう本って読んだり、あとは本屋さん行って動物関係の図鑑とかを立ち読みちょっとね、こうやってして、へー、こういう動物もいるんだ、へー、こういう風に飼うんだ、へー、こういうものも食べるんだとかっていう形で、死亡する原因とかっていうのもその本でこうやって調べて、で、今ネットがあるからネットでも調べられるんですけど、ネットで調べた情報と実際に飼育した情報っていうのはやっぱり違う部分があるので、私も飼育する上でこういう風に飼育していくと良いと思いますよっていう飼育指南まではできるんですけど、実際に生態を触れてない部分っていうのは、明確に分かんない部分っていうのはやはりあります。でもおおよその飼育のそのなんだベースっていうのはできているんで、そのベースの部分はなんとなく知ってるよっていう状態なだけなんですよ。で、動物の知識があるよっていう感じなんですよ。なので、実際に飼育した時の感覚っていうのとはまた違ったりとか。まあ、実際触れ合うことっていうのもよくやっていて、ペットショップで触らせていただいたり、飼育員さんのところで触らせていただいたり、あとは知り合いの方がね、たくさんペットをね、飼育されている方がいらっしゃるので、その飼育されている方に実際に聞いて、で、その、実際に飼育してる方から、ね、見せてもらったり触らせてもらったりっていうのをして、こう一個ずつ知識をね蓄えていっているっていう状態なんですよ。で、その知識が蓄えられた状態でいろんなこう動物を飼育する上での、まあ、ベース地盤っていうのができているだけですね。
なので動物の飼育自体がすごいプロなわけでもないですし、なんかいろいろ言ってくださる方が増えてきていて、すごいですねみたいな感じで、まあ嬉しいんですけども、あのそういう地盤があるよっていうことだけあのご了承いただけますと幸いです。あの何でもかんでも実は飼ったことはないので、うちの子はうちの子で知識があるよっていうところでございますね。うん、まあね、こんだけ飼ってるからいろいろ気になるところっていうのをね、気になるところっていうかすごいなと思ってくださるのは嬉しい限りなんですけど、まあそんな感じなんですよ。でそれをやった上で気がついたら、あの知識が本当にちょっとずつちょっとずつついてきて今現状みたいな感じになっております。あとはね、まあ分かんないことは常に日頃調べてっていうところですかね。あとは実際に触れていってっていうところ。なのでね、分かんないことっていうのはたくさんあります。今でも飼いながらでも分かんないことはあります。なので日々様子見るんですよね。なんかおかしいなと思ったら、そのおかしいなと思ったことを突き詰めていって、じゃあここなんじゃないかなとか、これがもしかしたら嫌いとかっていうのをやりながら触っていって、で本人がね嫌がるような素振りをするんだったら、これは嫌なんだっていうところで、うん、変えていったりっていうところですかね。うん、なんでね、まああの飼ったことない動物なんですかっていう質問と同時に、本当にいろんな知識ありますよねっていう形でコメントくださってる方がいまして、ちょっとそれにお答えしてみたところでございます。嬉しいんですけどね、そういう風に言ってもらえたり、本当に知識いろいろ持ってて、飼育の参考になってますって言ってくれる人とか、まあ、たまにね、ちょっとその飼育の仕方かわいそうじゃないですかって言われる方とかもちょっといたりはしますけど、うちなりのやり方っていうところにはなってるので、それはご理解いただけますと幸いです。最近来たので行くとコウモリちゃんですね、ルセットコウモリ、あそこにいるコウモリちゃんですね、ケージが小さくてかわいそうだなっていう話ではあったんですけども、結構私は押し入れで散歩させてます。押し入れ散歩の動画も出ると思うんですけど、今押し入れチラッとお見せすると、はい、こんな感じでね、この押し入れ全部散歩できるようになってます。ここもねぶら下がれるようになって、でぶら下がれるおもちゃもここにあって、で紐がこういう風な感じでね、もともとはね袋ももんがちゃんたちが遊ぶ用のあのところ、袋ももんがちゃんでかや散歩っていうのをねするんですけども、私はかや散歩の中に押し入れ散歩っていうのをやっていて、こんな感じで、でここで、まあ、コウモリちゃんも遊べるようにしております。なので運動不足っていうのはねここで解消させてます。はい、結構もうぐちゃぐちゃですけども、いろんなおもちゃがね、こんな感じでありますけれども、はい、そんな感じでやってるので、まあ一応私の中では、うん、運動不足だったりっていうのを解消できるようになってます。しかもちゃんとヒーターもね完備なんで、これヒーターです。はい、こんな感じでね、はい、なのでそういうのもあるとは思うんですけれども、そういうのもねちゃんと考えた上で飼育はしておりますので、ご安心っていうか、そういうふうにしてますよっていうご報告でもありますね。まあいろいろとねありますけれども、知識ありながらっていう、ただ私の知識は確実に合ってるとは思ってません。間違った知識とかも持ってるとは思うので、それはねちょっとずつちょっとずつこう噛み合わせがおかしい部分を直していって、で次のステップに進んでいくっていう形を取れればなって思っております。はい、まあ、とりあえずね、飼育したことない動物の方が多いですよっていうお話でございました。知識に関してはいろんなものを、情報をね、取り入れて、本を読んだりだとか、っていうのをしてっていう状態でございます。はい。そんなもんっていうか、そんな感じだよっていうのをね、ご理解いただけますと幸いです。とりあえずはね、そのコメントくださった方、ありがとうございます。いろいろ知識があるっていうふうにね、見てもらって嬉しい限りでございますので。
ただ間違った知識もね、もしかしたらあるかもしれないので、そのあたりはね、修正しながらやっていきたいと思っております。はい、本日はそんな感じです。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok、 各種 SNS やってますので、よかったらそちらフォローもお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。では以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。